さんはずっとなんかうっとりした表情で1点を決めて動かない。店員さんちょっとおかしい。よい、スタート。よい、スタート。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。普段のその出かけたりとか、ちょっとこう特別な日とか、あとはあのなんかちょっとこう気合を入れたいっていう時にあのカラーコンタクトをすると、ちょっとなんか違った気分になれるというか、あとはメイクの印象いつもよりちょっと違う風にしたいなって思った時にあのつけてあのカラーメイクで遊んでみたりとか、そのコンタクトに合ったメイクっていうのを見つけるのが私の中ではすごく楽しみの一つかなと思ってます。あの本当にナチュラルで、顔のこう全体の印象っていうのが大きくは変わらないんだけど、自分の中ですごく、あ、でもいつもとなんかちょっと違うって、ちょっと自信になってくれるような、自分の中で分かる変化っていうのが私の中ですごく大切だなっていうふうに思ってるので、そこにすごく寄り添ってくれるカラーコンタクトだなと思いましたし、あとはすごくつけ心地が良くて、今回撮影を通してもずっとつけっぱなしだったんですけど、本当にこう瞳がずっと潤ってる感覚が続くので、一日中ずっとつけていても、あの何でしょう、違和感のない本当につけ心地がいいあのレンズだなというふうに思いました。エバーカラーワンデーのイメージモデルの荒木優子です。この度エバーカラーワンデーから新シリーズミリモアが新発売することになりました。ミリモアは1ミリでも可愛くなりたいをコンセプトに、瞳をキュルンと可愛く見せてくれるカラーコンタクトです。皆さんもぜひお手に取ってくださいね。